2回は松本清張の短編小説。婦人朝日1958年1月号に掲載、1959年2月に短編集、危険な斜面収録の一編として東京草原社より刊行された。1965年1977年にテレビドラマ化されている。有川博による朗読 CD が2003年に新潮社より発売された。竹沢幸子の夫 A には2年近く療養所にいたが、治癒の見込みはなかった。夫の懇願に負け、幸子は夫を自宅療養に切り替え、付き添いの看護婦を頼んだ。看護婦、坪川優子は経験も長く、その世話は行き届いていた。印刷屋の仕事に忙しい幸子は、あまり夫の寝ている2階に登っていく暇がなかった。それは頼みにできる付き添い看護婦をつけた安心も、あるからだと幸子は信じていた。しかし、幸子の心には、階段に足をかけるたびに、素直に登れない躊躇が起きた。幸子には、看護婦というよりも、一人の女が、2階で夫と、ひっそりと向かい合っているという意識が起こっていた。理由のない不安であった。実際、坪川優子は常に忠実で慎み深かった。にもかかわらず、夫と看護婦のいる2階の圧迫に、幸子の心は追い詰められていく。1965年10月19日、関西テレビ制作、フジテレビ系列の松本清張シリーズ枠にて放映。1977年2月6日、TBS 系列の東芝日曜劇場枠にて放映。視聴率 21.5%。現在は DVD 化されている。ありがとうございます。